さあいよいよ試合は PK 戦にもつれ込みます。ルーキーの大石にとりましては本当に大舞台。これ土田選手もなかなか土田ゴールキーパーの土田もなかなか PK は強いものがありますので、これは面白い PK 戦になりそうです。まあベルディからどうやら蹴るようです。ベルディは最初にペレイラが向かいました。ゴールマウスにゆっくりと向かいますキーパーレッズ土田。非常に闘争心あふれるゴールキーパー。一方のペレイラは昨日も PK の練習というかシーンがあったんですが、練習の時にその時はペレイラは思い切って蹴っていました。コースを狙うというよりもむしろ思い切って蹴るという感じでした。ベルディ1人目ペレイラ。ゲームは PK 戦にもつれ込んでいます。反応して行ってたんですけどね、スピードがある分取れなかったですね、はい、そしてそのペレイラが大石とがっちりと握手を交わして大石が今ゴール前に行きます。楽しみ。かなり読んで最初から動いてますね。そうですね。そしてレッズの一番手は福田です。ルーキーの大石、大きい声を出しました。筑波大学から今年ベルディに入りましたキーパーの大石。キッカーはキャプテン福田。弾いた、福田失敗。気合勝ちっていうんですか。気合勝ちって感じですね。かなり読みもあるんでしょうけどね、はい、よく言ってますね。よく言ってますね、はい、よしやったという表情です。続いてベルディの2番手は柱谷。防ぎました柱谷失敗。土田のこの表情です。どんなもんだという表情です。今のはもうキーパーに返しちゃったようなシュートですね。少しダフり気味でしたよね。あ、そうですか、はい、あ、そうですか。続いてレッズは田口です。この田口はグランパス戦の時もそうだったんですが、蹴る場所をこうゆっくりと眺めながら主審にどこかというようなことを聞いてボールをセットします。ああやって気を紛らせてんでしょうね。そうでしょうね。同点に追いつくチャンスです。決まりました。これまた田口得意なパフォーマンスといいますかポーズを見せまして、これでまた振り出しに戻りました。続いて、今のシーンです。完全に逆を読みました。今のところベルディは2人とも向かって左、レッズは2人とも向かって右に蹴っています。続いてビスマルクがベルディ3番手で登場。このビスマルク選手はキーパーの動きを見て蹴ります。スタート落とした、逆をつきました。逆をついて決めました、得意のポーズ。今シーズンはあまりこのポーズが見られません。木村さん、やはり後からやるチームの方が嫌ですかね。どうでしょうね、関係ありませんか。いや、それはもう関係ないと思いますね。関係ないですかね、はい、共に一人ずつが失敗しています。そういった意味で失敗した後のキックとかね、そういうのはやはりいろんなプレッシャーがかかってよく失敗したりするんですよね。あ、そうなんですか、はい、続いてレッズは3人目、広瀬。
ああ真ん中に蹴りました、真正面に蹴りました。ああ思い切って真正面に蹴りました。続いてベルディはルーキーの林ですか。皆さん私この人見ててね、なかなかルーキーなんですけど落ち着いてプレーしてるんですよね。そうですね、今日のプレーなんかそうでしたよね。はい、国士舘大学ではキャプテンでした。あーパンした、4番手としてはルーキーにはちょっと荷が重かったか、逆をついたんですが外してしまいました。あ、まあ、僕がよくやる PK2 点ですけどね。あ、そうですか、はい、あのサイドキックで、はい、タイミング狂わして、ちゃんと入れればね、もう 枠さえ行けば、もう入るっていうのも、キーパーのタイミングを狂わすっていうんですか、はい、助走でそういうことをやってましたね。あ、さあそしてブッフバルト、グランパス戦では失敗していました。すぐにスタートを起こす、思い切って蹴った、決めた、キーパーに当たったんですが決まりました。ガッツポーズが出ましたブッフバルト。さあこれでベルディが、次の選手が失敗するとレッズの勝ち。危ないですね。もう本当に気合だけで持ってきましたね。持ってきましたね。そしてベルディは北沢のようです。北沢が失敗するとレッズの勝ち。土田集中しています。今日2点目のゴールを決めている北沢、じっとゴールキーパーの方を見つめています。スタート落とした、決まりました。さあそうなりますとレッズは、次の選手が決めればレッズの勝ち。逆をついています。水内でしょうか、水内ですね、レッズは水内です。これは水内、ベルディを破る殊勲のゴール決めることができるか。水内決まった、レッズ勝ちました、レッズ勝ちました。最後に水内決めました。 PK 戦でベルディを破りました。これで対ベルディの連敗を7でストップ。2対2の PK 戦の末ベルディを破りましてレッズが勝ちました。最後は得意のパフォーマンスも出ました。ラモスの表情、間口が津田に抱きついています。最後のシーン、あーこれも正面です。パフォーマンスを考えている水内ですが、その水内の最後 PK が決まりまして、浦和レッドダイヤモンズがベルディを破りまして5勝目を挙げました。ベルディ川崎またしても連勝がなりませんでした。敗れてしまいまして勝ち負けが交互しています。どうやらインタビューは岡野選手